この研究所で爆弾を作っているっていう噂は本当なんですか？その誰も見たことのない新型爆弾だって。ロサラモス研究所20周年と我々の18年ぶりの再会と息子ウィリアムの UCLA 合格を祝して乾杯！乾杯！乾杯！相変わらずみんなアメリカの英雄なのよね。そりゃそうだよ、こんなのもらったんだから。陸軍功労賞。え、陸軍なの？そう、ここはもともと陸軍の施設だから。今はエネルギー省の委託でカリフォルニア大学が管理してるんだけどね。この辺ね、何にもなかったんだろ。高台の上に全寮制の特殊学校が一つあっただけ。そこに2000人の若い優秀な科学者、軍人と学生を集めて強引に一つの町を作り上げた。ずいぶん泥だらけの町だったけどね。そう、舗装なんか全然してなくてさ、春先なんかもう最悪、雪解け水が泥になっちゃって、もうなんか辺り一面泥の海が。これは原爆に関わったことを誰かに言うと必ず感謝する。命の恩人です。あなたたちのおかげで戦争が終わった。原爆がなければ日本本土上陸作戦で100万人のアメリカ兵が死んでたんだな。そうだろう、ブライ。なんて言えばいいのかな。なんだ。いや、原爆を運んだのはあるんだ。科学者は研究しただけだからな。僕はなんであの時飲み物を止めなかったんだろう。僕はなぜあんな計算なんかしたんだろう。僕は幸せになっていい人間じゃない。でも英雄なんでしょ。とんでもない。みんな感謝してた。それは違うよ。先生のせいじゃないよ。先生のせいじゃないってば。